ちょっといきなりなんですけど、ね、お二人は、はい、初めてですよね。本当に初めて。あ、でもあの、サンピリオで。あ、そうか、はいはいはい。遠隔では、はい、そうです、はい。ランシーさんと同じ感じですね。なるほど、なるほど。仲はいいんですか？いや、別にだって仲がいいも何もだって知らないもん、ね、仲がいいも何もなんかすごいバチバチしてんのかなって言いそう。全然全然、いや俺はあれなんですよ、はい、普通にあなたと一緒で捕まったから、はい、15年ぐらい前に、はいはいはい、なんで、はい、やっぱり、はい、なんていうのかな、こう普通の人より、はい、身辺関係をきれいにしないと、気をコンプラ的なところですね。いや、あの二重三重でやらないと怖いんですよ、マジで。で、なんかそういうのもう部下とかに、はい、例えば前の事件の時も、はい、大丈夫ですよとか言われてんのに、やっぱ捕まったわけじゃん、はい、そしたら信じないわけも、はい、自分で全部調べて、はい、これ大丈夫か大丈夫か、少しでもリスクないかみたいなとか、はいはいはい、俺すっきり調べてるんですよ実は、はい、だからちょっとでもリスクあるなと思ったら、はい、合わないし、はい、みたいなことをすげえ徹底してやってたんですね、はいはいはい、なのでちょっとやっぱりねイメージがある方ですからね、はい、でイメージとかすげえ大事で、はいはいはい、僕はなんでやっぱりすごい捕まえるっていうのは、はい、僕の場合はね、はい、テレビをテレビ局買収しようとしたから、はいはいはい、もうテレビ総攻撃だったんですよ、はい、僕のイメージを悪くしようとしてテレビが総攻撃を仕掛けてくると、うん、やっぱ悪い人って、はい、失礼します、もうなんか刺されても仕方ねえやみたいな感じになるじゃない、これこんな例えていいのか分かんないけど、はい、安倍元首相だって、はいはい、一部の人たちにはめちゃくちゃ恨まれてたわけじゃん、はい、あ、それは直接的に影響してるかどうか分からないけど、やっぱイメージ悪い人にとって悪いわけじゃん、なるほど、俺は別に悪い人だと思わないけど、はい、だけど悪いと思ってる人もいっぱいいるわけですよ、はい、殺されても仕方ないとか思ってる人がいるわけじゃない、だからやっぱイメージすげえ大事で、まあ、イメージってのはそういうイメージですよ、誰といるかとかですよね、犯罪とかじゃなくてなんかえげつない手法で金稼いでるとか、だってあれだって統一教会のさ、はい、国会から金を巻き上げたからもう逆恨みみたいな感じじゃない、だってそれとさ分かんないけどさ、はい、そこまではないかもしれないけど、はい、似てるじゃん、はいはい、ユーザーさんがね、はいはい、売りつけた商材でなんかめちゃくちゃ怖いですよ、いやいや、だからそれで、はい、そのなんか大損こいたみたいな人がね、はいはい、ユーザーさんに恨みを抱いてるかもしれないじゃない、はい、それでなんかうまくいかなって、はい、じゃあ事業でなんか1000万投資したのに全部ダメだったよみたいな人もいるかもしれないじゃん、はいはい、でそれはまあ自己責任なんだけど、それは霊感商法だってさ、宗教の都合だってそれは本人が納得してお金を払うって契約書も巻いてんだから、それは本人の自由じゃない、自己責任だな、はい、自己責任ですね、だけど心が弱い人とかいるわけですよ、はい、教祖様が あのありがたい言葉に救われたとかさ、はい、そういうのにお金をもう300万円喜んで払いますみたいな感じで払ってんだろうけど、はい、それなんか周りの人から見たら、うん、なんか悪毒金を巻き上げてる、まあ、そうなるわけじゃん、味方によってはそうなりますよ ね、で与沢さんはそういうふうに思われかねない人だったじゃない、はいはい、そうですね、でそれと僕は仲良くしてるってなったら、はいはい、それはもう俺がさ、はい、あいつはなんか、まあ、統一教会とお友達だろうみたいな感じで、はい、安倍さんが恨まれたみたいな感じになりかねないじゃん、はい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 、おっしゃる通りだと思います、そう、はい、それが嫌だった、はい、なるほど、別になんか YouTuber でこうやってやってる分には全然いいんだけど、いいんですか、いきなりだったんですか、はい、大丈夫ですか、いや全然ありがとうございます、はい、はい、もう一回全然どっちにしてもチャンビルを飲んで絡んでますありがとうございます、帰っちゃうじゃないかなと思って心配してたんですけど